はい、こんにちは。今回ですけども、モンスターハンターワールドにおける、序盤のお金稼ぎの、方法をご紹介します。場所ですけども、正気の谷ですね。正気の谷のエリア15になります。エリア15なので、エリア11のこちらのキャンプから、上に登って、すぐ降りれば、まあ、すぐに、たどり着けます。で、クエストの注意ですけども、探索クエストではなくて、まあ、何かしらの通常のクエストですね。討伐なり何なりの、クエスト、もしくは納品ですね。のクエストでやることをお勧めします。まず何やるかというとですね、この共産の泉というところに魚が住んでまして、こちらには黄金魚が住んでます。この奥に今、泳いでるやつですね。この黄金魚を釣ることによって、黄金魚の鱗が1000、大鱗が、1万と、1万銭ですかね、この場合単位が、売れることになります。で、実際に釣ってみますね。この釣り竿、ちょっと使い方まだ、まあ、使ったことない方もいると思いますんで、まずアイテム欄から、資格をして装備と。で、アナログスティックの R でこう投げ込む場所ですね。で、これ注意してほしいんですけども、例えば、この出っ張ってる岩の向こうに投げようとすると、当たって跳ね返ってきてしまうので、この低い位置、ここですね、この位置、この位置。この位置を延長線上にして投げるような形にしたいです。なんで、奥のあの岩の、どこですかね。これちょっと場所が難しいんですけど、多分成功すると上から投げることになると思うんで、こんな感じですね。で、デュアルショックの場合は結構振動してくるので、そこで釣れば大丈夫です。で、今黄金の鱗というのが釣れたので、これで1000銭ですね。でですね、やりたくなるんですけども、こちらの捕獲用ネットですね。これ、まあ、すごいやりたくなるのはわかるんですけど、ちょっと試しにやりますね。はい、釣れるんですけど、魚がいなくなります。これ、今ちょっと何回か確認したんですけども、二度と出てこなかったです。なんで、通常のクエストですね、討伐クエストの時に、まあ、ついでにやってしまおうみたいな時にはいいかもしれないです。で、もう一箇所ですけど、こちらですね。こちらです。このキャンプから、上がって10番から15番に入った目の前ですね。ここから入ってきて、これですね。おっと、同じように投げます。こんな感じですね。で、同じように、捕獲用ネットでやってみますね。他の魚たちを見てるとわかるんですけど、こんな感じで逃げてきます。で、黄金団子、これ初めてですね。多分逃げてる場合って黄金団子でこう寄せられると思ってやったんですけども、出てこないんですよね。今の1匹初めてだったんですけど、もしかしたら反応しなかったんですかね、さっきので。出てこないですね。はい。で、このエリアですけども、ここで鉱石と、蜂蜜も手に入るので、バウンティーの方も登録しておくと、まあ、結構あっさりと
終わってしまうので、そちらの方もやっておいた方がいいかもしれないですね。この蜂蜜ですね。あと鬼2ドルだけですか。まあ、こちらの方のアイテムも手に入るので、まあ、結構おすすめかなと。なんでこの正気の谷クエストをやる際には、まあ、こちらの方で、まあ、一回寄ってみてやってもいいと思います。もう本当1分ぐらい。最後網2回だけ投げて、アイテムだけ採取して、まあ、戻ってくるという形でも全然いいと思います。これちなみに今探索で来てるんですけども、上位と下位は差がありませんでした。もちろん採取できるアイテムには差が出るんですけども、鉱石ですね、魚の方に関しては、差がありませんでした。アイテム見てみますね。これですね。売却額、1000ってなってるんですけども、まあ、探索の場合にはこれ売れないので、売れないですね、どうやっても。試しに、お金表示ができないですね。今、確か1万4000銭、1万4079かな、だと思うんですけど、ちょっとこのまま、終了してみますね。多分これだとできないです。で、おすすめの、もしこれだけ回すっていうのであれば、おすすめなのは、納品クエストになってしまうんですけども、虎穴に入らずんば肉を得ずという、ま、肉の塊を2個納品するクエストがあるんですけども、そちらの方で、ま、場所が近いのでおすすめかなと。記事の方にも書いてありますけども、そこまで時間かかるものでもないです。5分ぐらいですかね。なんでそちらの方をやりつつ、今のやつをやれば、まあ、お金は結構貯まりますね。で、今右上に書いてあるんですけども、1万4079銭です。お金入らないですよね。なんで、まあ、通常のクエストの方を受けていただく形になると思います。探索の方では、できないと。はい。以上になります。ご視聴ありがとうございました。詳しいことは記事の方に書いてあります。